はい、みなさんこんにちは。こんにちは。そしてお久しぶりです。久しぶりです。ね、長いことを放置しました。はい、はい、すいません。前回の動画が、4月の26日に上げてて、うん、それからですね、約138日間、はい、長い春休みでした。はい、春休み、4月からだから。そうそうそう、あ、なるほどね。春休みじゃないかな、うん、夏休みもくっついて、うん、そうだね、ね、はい、もう少しで年越そうかなっていうような感じなんですけど、はい、まあ、これまで長い休みをもらってて、うん、で何かあったとか、うん、その夫婦仲が悪くなったとか、はい、ね、トラブったとか、そういうことを本当に一切なくて、はい、まあ、ちょっとね、なんていうのかな、頑張りすぎてたっていうところもあるんですけど、うん、それは、うん、動画に対して の気持ちがガーってずっといってて、うん、ずっとそのモチベーション保ったのが、うん、ストーンと落ちてしまって、そうなんです突然ですね、うん、それがまあ2人とも同じタイミングで来てっていうところで、うん、もうちょっと一時、まあ本当はここまで休むつもりではなかったんですけど、うん、まあ、休んでもまあ1ヶ月ぐらい空くのかなぐらいで自分たちは思ってたんですけど、うん、なんかこう状況がちょっとずる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 伸びちゃって、うん、まあ、今に至ってしまったっていうところなんですけど、そうだからあのキャンプとか全然行けたんですけど、うん、そのね、気持ちが入らない状態で行っても、うん、やっぱりそういうのって動画に出るしさ、うん、あの編集してその撮った動画とか素材なんかで作品を作ったとしても、うん、多分その過程って面白くないんですよね、うんうん、なんかそういうのもあって、気持ちが入らないんだったらもうやめるがみたいな、うん、そうですね、うん、無理に撮るとかね、そうそうそう、撮るために行くとかね、うん、そういうのではなくてっていうことで、うん、本当に楽しいことをしようっていう感じで、まあ、で、まあ今ねこの動画を撮ってるっていうのも最近ですね、まあ、いろんな動画を見ることがあって、うん、で、ご飯食べながらとか、まあ、本当に撮影バリバリしてた頃と変わらない生活をしてて、うん、ただ撮影と編集がないだけで、うん、他の方の YouTube も見てるし、うん、ね、それでキャンプ動画とか車中泊動画見て、うん、あ、でもやっぱ楽しいよねっていうことになって、うん、でもまあ基本的にうちらは夏のキャンプはしないので、うん、そうそうそう、うん、夏はもう自分たちは合わないなと思うから、うん、ちょっとこう朝晩肌寒くなってきて、うん、なんかこの外の風の空気とかがなんかちょっと秋っぽくなってくると、うん、あ、やっぱり行きたいなとかなってくるから、そうそうそう、またで最近ちょっとこうエンジンがかかり出してきたのかなっていうところで、うん、そうね、ね、そうだそうだってここはもこっちゃんもね、うん、エンジンかけろってこっちゃん行かないんだけどね、うん、それで、まあ、僕の仕事環境が若干ちょっと変わって、うん、撮影がしやすいそのライフスタイルになり始めてですね、うん、でこれからまあ、動画それなりにコンスタントに上げれるのかなというところではあるんですけど、はい、それでですね、まあ、車中泊とか行きたいし、うん、でキャンプも行きたいんだけど、ちょっとね、遠出をし始めたいんだよね、うん、ちょっとずつね、うん、まあ本当ちょっとずつ、ちょっとずつ、うん、で、僕ら、まあ、鹿児島なんで、うん、鹿児島県自体下 も海しかないんですよ、うん、で上に行くしかなくて、そう、ね、上に行くってなるとやっぱりね、そうなんだよね、そう、なんかどっかね、本州のさ真ん中ら辺にいる人は3時間かけるといろんなとこに行けると思うんだけど、うん、うちとかの場合3時間かけたら行けるとこってもう大体決まってるんですよね、うん、そうそう、そうそう、だからもう単純に何ていうのか、時間的余裕があるとこじゃないと、うん、それ遠いとこには行けないし、うん、ね、だからタイミングを見計らって、うん、そういうのもチャレンジをしたいなっていうのが最近ちょっとふつふつと出てきてるところであります、うん、はい、まあ、本当徐々に、うんうん、まだ子供がちょっと部活とかで、そう、子供に使わないといけない時間があるので、うん、そこはもう子供に使ってっていうところにはなるんですけど、はい、近況報告として、うん、まず本当に近々の近況報告としては、うん、これかな、何これ、これこれこれ手が上がらない、これこれこれです、これね、これ突き指じゃないですよ、ここら辺からここら辺、うん、ちょっとまあぼやけてるけど、ぼやけてるね、どんぐらいだ、第一関節、うん、ぐらいから上がなくなりかけました、
これは指を詰めるとこでした、はい、まあ、その理由が、剪定バリカンでガチャガチャガチャってやつね、うん、電動のさ、うん、でこうやっててで、スイッチから指を離して、うん、離した瞬間まだ惰性で動いてるでしょ、うん、で動いてる最中になんか蜘蛛の巣がここにあったんだって、ここにあったんだって、でこっち惰性で動いてるでしょ、うん、でその蜘蛛の巣をなんか知らんけどこうなやってそのまま手がガチャってなってバリカンの方に手をこうかけちゃった、こうバリカンの方に持っていっちゃったので開いたってなったんだけど持っときすでに遅しで、うん、でそれに気づいたのが、僕はですね、別のところで草刈りをしてて、うん、でそれでまあ一旦水でも飲もうかなと思って草刈りを一旦やめてビーバーを置いてね、うん、で歩いてきたんですよ。で歩いてきてたら物陰にビーコさんが座ってて、うん、あれどうしたの、一人だけ休憩してって言って、うん、でよくよく見たらなんかカットマン巻いてるんですよでえどうしたのそれって言ってまたよくよく見たらここでブワーって血まみれでえ何それって言ってカットマン取ってんって言ってカットマンを取ったらえぐいぐらいバカーって開いてるんですよね。例えて言うならあれボクサーとかがさ、うん、試合中にここを切った時にわっせ開くじゃん、あれに近いぐらいもここぼっくり開いてて、いやこれはカットマンで止めるレベルじゃないでしょうって言って、うん、骨はね行ってないっぽいから大丈夫って本人が言って、うん、多分大丈夫だと思うって言ったんだけど、うん、いやいやもう病院って言って、うん、速攻病院に連れて行って、うん、骨まで行ってました、うん、結果的にね。でも怒られるって分かってたし、うん、あこれはどうにかこう隠蔽できないかなと思って、無理無理無理、あれは無理やったんですけど、うん、まあ結果的に病院に行って、うん、そうそう、まあ、骨まで折れてたんで、うん、まあ、感染のリスクを考えると6時間以内に来てもらってよかったっていうことで、うん、ありがとうございました。その時はいえいえめちゃめちゃ怒りましたけどねであとですねもう一件ありまして、もう一件はハイエースを手放しました、はい、はい、でこれはですねまあいろいろあってっていうかね、うん、なんていうのかな、買い物を失敗したとかそういうのではなくて、うん、生活環境ライフスタイルがちょっと変わってですね、うん、でハイエースを常用使いにしないといけなくなってしまって、うん、まあ、そのハイエースを常用使いにしたタイミングで、うん、ガソリンがもうめちゃくちゃ高騰しだして、うん、いやこれはちょっと維持できないということで、うん、まあ、ハイエースはそもそもリセールがめちゃくちゃ良くて、うん、買った額に近いぐらいでもうめちゃくちゃ近いぐらいで、うん、査定してもらって、うん、で次回来る車はまだ内緒です。内緒内緒だけどさ、はい買いましたって紹介しないでしょ。うん、なんですよ。まあっていうのもその乗用車ハイエースを乗用で使うってなって乗用してたのがビーコさんなんですよね。そう、ハイエースに乗り回してたんですよ。乗り回してたけどまあその燃費もそうなんだけど、うん、車を乗用で使うって、うん、まあ、特に男の人が車の行き来、あ仕事の行き来で使う分には全然いいと思うんですけど、うん、女の人ってやっぱりちょこちょこ乗りが多くって、うん、買い物がね、買い物が、うん、もう不便で不便で、うん、やっぱどこそこをこうなんかちょっと置けない状況とかもあったりしたんで、うん、その高騰も伴ってなんですけど、うん、まあ、自分がもうあんまりこうちょっともうこれを乗用で乗るんであれば、うん、ちょっと考えてほしいっていうところからだったんですよ。うん、そうそうそう。でそれから動き始めて、うん、でそれの代替案として、うん、僕は、ま、新車を購入の提案をしたんですよ。軽をね、うん、軽自動車を、うん、で軽思い切って軽自動車に変えたらどうかなっていうので、まあディーラーに行って調べてで比べて比較してみてね、うん、で結局買い替えた方が、ま、安くなると、うん、維持費がね、うん、で撮影してない間に北九州行ったんですよね、うん、でその時は割引を適用させるために高速で一泊しました、うん、はい、まあその恩恵っていうのはめちゃくちゃでかくて、うん、でもそこでもやっぱりその深夜割引と、うん、普通だと3割引なんでしょ、うん、そう、軽とかだとまだ安いと思うんだけど、ね、そうでそこなんかにやっぱり余計目がいっちゃって、うん、ね、うん、やっぱりこうあっちこっち行くんだったら高速乗るのはもちろんやっぱ多くなるし、うん、高速に乗る機会が、う
だとやっぱり軽とか、ね、普通車とかの方がいいのかなって言ってね、うん、まあ、いろいろ話しながら行ったところだったんですけどね。3日間とか2日間で乗り放題で割引が効くやつを使ってたんですけど、うん、まあ、それも使えなくなって、なおなんかそう、うん、なおなんかこう高いって感じる。あ、まあ、分かってたことなんだけど、最初買う時に高速代は割引効かないからねっていうのは分かってたんですけど、うん、実際やっぱそうなってしまうと、まあその宿泊代を、うん、まあその車中泊で泊まれるからって考えたとしても、いや、やっぱ高いっていうのが強くてね、うん、まあ、でも本来はやっぱりあの宿泊代が浮いてるだけかなりお得ではあるんだけどね、うん、まあなんだけどね、そうそうそう、なんかガソリン代とかそういうのを考えると、やっぱり余計いいあのお得感を出すためにはっていう感じで考えた結果がそれなのよね、うんうんうん、そうだよね。だからまあ別にね、あの常用使いになってなければまだ多分持ってたんだよね、うんうん、持ってたかもですね、うん、あれは常用車にはまあ僕らは厳しい。いや厳しいよ、うん、厳しい、うん、すごいと思うがよ、あれ常用車で使ってる人、子供を乗せるわけでもないから、うん、今も子供たちは一人はもう車を持ってるし、一、うん、人はもう高校生なんで、そんな常にあの子供を乗せてどこそこ行くっていうこともほとんどなくて、うん、まあ結局私が一人であの大きい車を乗って、その一人のためにあんだけのガソリンを使わないといけないっていうのが、あ、まあ、確かにね、そう、うん、もったいなすぎて、うん、だったのでもう手放し、まあでもここは査定が良かったから売ったっていうのもあって、たどりが安かったらもう売れない、持っとかないとねっていうのは話してたんで、うん、そうそう、と下取りが高くて本当良かったっていうところです。結果的にですね、うん、はい、で結果的に今のあのなんか巷をにぎわしてるところか、なんとかかって迷ったんだけど、あの査定するところね、はいはいはい、2択だったんだけど、うん、まあ、今回僕らは良かったです、うんうん、たまたまね、うんうん、別な方に行ったからね、はいはい、はい、まず一応そんな感じかな、まあ、だけど、9月末かな、その納車される予定なんですけど、うんうん、ちょっとそこの紹介っていうところは今まだ考え中で、どうするかはまあだね、そう、あのね、撮影はしたいんだけど、うん、特定はされたくないんですよそう、ね、特定はされたくないんですよね。で僕の車がめちゃくちゃ目立つので、うん、多分ねこっちの地元の人はあの人だなっていうのは分かると思うんだけど、うん、まあ、その車はやっぱりビーコさんが乗ることになるので、まあ、どういう風に撮影しようかっていうのは迷ってる、うん、だけど、まあ、もちろんそれにキャンプ道具とかこれから冬にかけていくんで乗せることになるから、うん、多分ね、まあ、バレると思うよ、そうなのよね、で途中で諦めると思うだよね、結果的にね、うん、だからもう最初で買いましたって言った方が早いのかなとは思うんだけど、あ、まあね、まあいい車です、とても、そう、うん、アウトドア、まあ今僕らにはぴったりかな、はい、はい、ということでね、はい、こんな感じかな、はい、ということで今回の動画はちょっと最近の近況報告ということで、うん、簡単ではありますけれども、この辺で終わりたいと思います。期間があの開くとカミカミになるから、ちょっと油も食べた方がいいね、もともとだから大丈夫、ね、今に始まったことじゃないから、ね、ね、ね、まあ、相変わらずですよ、はい、ですです、うん、ということでまた皆さんカッペのつがいの動画見に来てください、はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら、バイバイ。こんな2週間ぐらいは空くかも何のために撮ってんのこれ Take me back to the Take me back to those easy summer days When we stopped at nothing babe Yeah we stopped at nothing baby They couldn't take us They couldn't change us They couldn't catch us if they